こんにちは。今日は手作りでソックブロッカーを作ってみたいと思います。初めての作り方なので試行錯誤していきます。用意したのはダイソーさんの抗菌まな板シート L2 枚。そしてハサミとマジックと、えー、モデルにしたいね、靴下です。 でまな板シートの上に靴下を置いて一回り大きくマジックで線を引きましたこの一回りピッて伸ばしてね乾かすので一回り大きくしてハサミで切って靴下を履かせてみるとちょうどよかったですそこで、えー、手編みのね靴下を履かせてみるとどうなるか ということなんですけれども、えー、これはマルティナさんの平和の靴下の編み方なんですけれどもかかとが少したポたポと余っていますこれはね靴下よりもソックブロッカーを大きくしたいなと思ったのでもう片方少しか,かかとを膨らませて作ってみることにしましたつま先あたりはねちょうどいい感じなので ま試行錯誤続けていこうと思います。で、ここを膨らませた感じで、もう一枚、もう一枚をラインを引いてみました。少しね、かかとがふっくらして、またこの線に沿ってハサミで切ってみました。 で、また履かせてみてということで、少しね、大きく作って少しずつ、えー、カットして合わせていく方法もありかなと思います。小さめに作るとね、もう膨らますことはできないので、また、えー、両方履かせてみるとこんな感じになります。 Thank you.